俺らは巨獣と呼んでいる。ほどほどにね。これだ、あのロボットには僕の全てが込められてるんだ。私たちの仕事はあんたが考えてるようなお遊びじゃない。ゲンなんかと一緒にしないで。それが会社ってもんでしょ。頑張れ。